竹野又氏は、日本の氏族の一つ。佐々木森綱を外する佐々木塔であり、加地氏の所流。鎌倉時代から安土桃山時代までの越後北部の国人で、他の加地氏所流の柴田氏中城氏などと共に、洋北州と呼ばれた。竹野又氏が竹野又を称したのは、加地秀綱の時の1413年頃、館の北立のうちの竹や部に、 二股の竹が生え、後城郭を竹の又城に移した後も二股の竹が生えたので、火事の姓を改めて竹の又と称したと言い伝えられている。子孫は上杉氏の重臣、米沢藩侍組分領家として続き、竹の又正綱は上杉王山の米沢藩の改革に尽くした。また分家の竹の又義秀は初はめ星なしを称したが、 米沢藩尊族に貢献した、星名正幸をはばかって、実家の姓に戻して、以降、竹の又氏を称した。この家は、竹の又西家と呼ばれ、後に、この分家も侍組分領家となる。竹の又氏の末裔で現在存命の人物としては、フジテレビアナウンサーの竹の又公がいる。なお、旧米沢藩を呼び、米沢氏では、竹の股と読むが、 竹俣公は、竹俣である。江戸時代の竹俣家については、米沢半分両家を参照。佐々木森綱。家事真実。秀忠ただ実修人修、信重倉田義綱。友綱つ綱安綱恵昭。在庫。時綱。竹俣秀綱清敷。友綱。清忠。清綱。清綱清綱清綱 森綱摩擦綱、喜び綱茂綱、勝つ綱、摩擦綱、ありがとうございます。